宮城県岐阜高等学校の中村と申します。今回の発表、生徒活動の運動空間における感染対策と、パフォーマンス向上を含む熱中症予防の両立を目指せる自発的な安全管理の構築に向けて、この追加報告をいたします。今回の追加の内容は、一般教室内および体育館での教育活動による温度湿度環境の変動についてです。まず、本発表の内容の通り、まず8点の場所で温度、湿度のモニタリングを行いまして、電子データで比較をいたしました。なお、この教室棟での周辺の8箇所というのは、この図の通りです。斜め上空から見たものなのですが、教室棟4階、3階、2階並びに、そのあと1階の保健室とその廊下、またその中間にあります3階の、理科系の教室の準備室、この全部で8箇所、それからこの上に準備室の上の屋上を含めた8点で行っております。続きまして、教室周辺での温度、湿度環境の追跡のデータです。はじめに温度、湿度の、そのデータですと、本発表のスライドでは2階と3階のその比較を行ったに過ぎないのですが、今回4階のデータ及び1階のデータも比較しております。まず温度の左側の図で見ますと、2階と4階で温度の上昇の度合いが顕著であるということが分かりました。また、右側の湿度のグラフでありますと、2階と4階の湿度の下降する度合いが顕著であるとともに、上層階である3階と4階の湿度の低下するタイミングが早いということが分かりました。それに対して2階の湿度の低下するタイミングが上層階よりも少し遅れているということが分かりました。これはすなわち2階、1階も含めてなのですが、上層階よりも下層階の方が空気の流れが起こりにくいのではないかということが推測されます。また、温度、湿度のデータを、その人の出入りというふうなことを排除することができる休日のデータで比較しますと、温度、湿度だけと人の出入りがないところで見ますと、休日では特に、2階、3階、4階のところでは大きな変化がないのではということが分かります。続きまして、バスケットボールおよびバレー部などが活動している第2体育館での4箇所の同時計測の内容を追加でお知らせします。この体育館は本来の大きな体育館よりも少し小さめの体育館となっておりまして、3階建てとなっております。1階のトレーニング室、2階の入り口と奥、3階の上の窓のところで比較を行いました。その第2体育館、バレー部およびバスケットの活動が行っている場所の4箇所の同時計測の結果です。まず、温度の左側の方なのですが、まずやはり温度の立ち上がりが、上層階ほど3階の方がとても大きなことになっております。これはやはり東側にありますので、午前中から昼にかけてのその温度が上がりやすいということが考えられます。で、この温度なのですが、特に金曜日や土曜日など、その週末の活動が非常に多く行われておりますため、やはりその1階などよりも2階の活動の方が、この茶色で囲まれたところですが、温度が上昇しやすいことが分かりました。また、この図では、この日曜日の午後ですね、非常にこの場合は自主的な小規模な活動であったため、金曜日、土曜日などと比べまして、この温度の上がりがそれほど大きくないということが分かっております。で、この30人ほどの活動であれば、温度の上昇の幅といったものが他の階層に比べて5度程度上昇しているということが分かりました。また、この温度の上昇の幅を見てみますと、3階、その上の階の窓のところでの温度の上昇、温度が上昇してきたタイミングからおよそ3、4時間ほど経ちまして、下層の2階の温度の上昇につながっているということが分かりました。この内容はすなわち、上層階の温度の変化が大きくなったというタイミングを見ることができれば、数時間後のその生徒の活動をしている空間の温度が一気に上がりそうだということを見当をつけて、予防的な熱中症予防ということでの温度管理に有効ではないでしょうか。また、右側の湿度のグラフの方に移ります。で、湿度の方ではやはり土日の活動があるところですと、湿度が本来のその平日であるということであるところや、
その無人の状況に比べて湿度が下がらないということが分かっています。逆にその30人ほどの活動であれば湿度が十数パーセントほど上昇しておりまして、なかなか下がらないということが分かります。でこの湿度が下がらないということを、換気の必要性があるということの指標として使えるのではないでしょうか。すなわち、練習が始まるなどで、1時間ほどしても湿度がなかなか下がらない、特に 10% くらい、下がってほしいところが下がらないということであれば換気が不足しているということが分かります。また次のところで、これも剣道場での生徒のデータなのですが、二酸化炭素濃度を測ったものなのですが、今回これは今年のウイルスの感染の蔓延期間以降のもののみとなっております。この感染症の蔓延期間以前のものは未取得なため、今後学校活動の一般的な現状を知るためにはこの感染が収束した後に結果を蓄積する必要があるかと思います。最後に考察です。本発表の最後のところで活動環境からの建物の影響、温度湿度ということで申し上げた内容がありましたが、それ以降に観測点を増やして1階から4階までの追試を試みました。その結果最上階の4階でも2階と同じような程度で温度上昇の立ち上がりが早いという状況が分かりました。このことから人の集まりやすいとか空気の流れ、その人の空気の流れのみではなくて自然界である太陽輻射であるとか外気からの影響ということも特に上層階ほど考慮していく必要があるかと思われます。また湿度に関しましては改めてこの左下に掲載させていただきましたが、上層階よりも下層階の方が湿度のその下降するタイミングが遅いということが分かります。すなわち湿度が下降するタイミングが遅いということは、特に午前中から昼などにかけてはその空気の流れが起こりにくい、人がやはり溜まりやすいということであることから、上層階3階4階よりも意識的に換気を行うことが重要であると思われます。今後も生徒の活動 の, そのパフォーマンス向上であるとか学校の安全管理の観点からもその温度の保持であるとか、また換気の状況についてもデータを取りつつ安全管理に役立てていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。